けど、かっこいいな、おい、雪が降って、かっこいいですね、本当に高くなってなりましたね、腹筋と胸ですね、これ、かっこいい、ベイベー、かっこいいな、おい、頑張ってくださいよ。ビジュアルファイターとして最初はやっぱりブーイング食らったりもしましたけども、冬木さんやアジアのおかげで自分のスタイルビジュアルファイターとしてやっていきそうな気がします。それで今日応援に来てくれたアゲアク商会の皆さん、ありがとうございました。あなたたちはやっぱり悪党でしたね。ありがとう。点が入りますよ。1万5000ボルト放電。ああ、田中がここからすごい拍手がついてる。て、あ、自分で、ああエイジ、俺弁解しないから。俺は弁解しないよなあ、エイジ。本田弁解しないから。分かってる。もういいじゃないか。もういいじゃんよ。よろしいか。お楽しみはこれからだ。様にお知らせございます。本日マネージャーとして出場予定の新井薫子は期末試験のため本日欠場とさせていただきます。また冬木広報コミッショナー追放により場外カウントなし、場外どこでも勝敗をつけられるエニウェア方式、机と椅子による攻撃は認める、急所攻撃のおよび即刻反則負け以上のルールをなくし、通常のプロレスルールに戻します。ことないですよね。さあ、エンターテインメントプロレス FMW の激闘をお届けしてまいります。ディレク TV ブレイブバスター、今回は後楽園ホール 2days をたっぷりとお楽しみいただきましょう。杉崎さん、よろしくお願いいたします。いやー、いきなりね、これ第1試合の前なんですけれども、まずおっとHが今軽やかなステップでリングインだ。これは杉田さん、何かあるんですかね。やっぱり冬木さんいなくなりましたんでね、はい、所信表明みたいな。みんなお楽しみのようはできるかな。おとなしいね。どうあとですか、誰かやってくれるか。とりあえずみんなのおかげで横浜アリーナの方も無事に成功に終わりまして、まずは皆さんにお礼をいただきます。本当にありがとうございました。やっぱり出来正しい H は、うん、この間の横浜アリーナで僕にも非常に心強いパートナーが出ました。できません、やっと帰ってきてくれました。早速みんなに紹介したいと思います。せっかくですから皆さんと一緒に呼び込みます。いいですか。せーの、ガンちゃんでよろしくお願いします。いくぞ。せーの。ちょっとこれ小さいみたいですね。じゃあもう一回、もうちょっと久しぶりだからちょっと照れてるんでね、気合い入れて呼んでください。いきます。せーの。ガンちゃん。さあ、ガンちゃん。手拍子に7分あ取れてるんですかね、杉浦さん。それはあると思いますよ。それはこの間までね、散々悪いことしてきたわけですからね。はやぶさの局面取っちゃったっていう。あれやっぱりみんな大きい声でもって言わないとね。そりゃそうだ。なるほど、悪いことをしたんだな。腹の底から喉から血出るぐらいの気持ちで声出した。よしいくぞ、せーのガンチャーン。おっと、さあやっとなんですけど、テーマソングがあれちょっと待ってね、ちょっと待ってください。なんかガンノスケ、あれあれ今ガンちゃん呼んだんですよ。私吉田鴈治郎です。おい吉田か吉田鴈治郎さんですか。誰ですか吉田鴈治郎さん。誰ですか吉田鴈治郎さん。ガンちゃんコール怒ってますよ。あ、なんか手紙みたいな。手紙を持ってますね。なんだろう。暑いね。エイジ、どうせお前と話しても寒くなるから遠慮しとくわ。ガンスケ。あとファンのみんなにはよろしくねと書いてあります。これ預かってきたんですか？すいません。やっぱり照れくさいんですよ。照れくさいですね。ということでね、なんかどうも本人出てきたくないみたいなんであれですけど、まあその分メインイベントの方でバッチリと息の合ったとことかをお見せしたいと思いますんで、応援の方よろしくお願いします。よとりあえず次の第一試合からね、今日は新しくなった FMW の船出なんで、またいつも以上に力いっぱい応援よろしくお願いします。ちょうど何かのね新生 FMW が、ね、いやでも吉田鴈治郎さんもなかなかいや3回ぐらい読んでなかなか出ていらっしゃらなかったな。あ、握手して鴈治郎さん、すごいすごいというかダメですよあんなねえ。いやでもね、お年寄りにこんなメッセンジャーボーイやらしちゃダメですよ。出てきたらね、寒くなるっていう鴈之助の指摘は当たってますよ。大事な日だから、うん、やっぱりよく分かってるんですね、お互いね。お互いよく分かってますね。さあ記念すべき新しいエンターテインメントプロレス FMW の船出という言葉がありました、はい、それをたっぷりとですねこの担当させていただこうと、ね、このように思うわけであります。その記念すべきオープニングマッチご紹介いたしましょう。佐々木義則、山崎直彦 VS アメリカンドラゴンランス・ケイド。これは楽しみだ。タッグマッチがいきなりのっけからこの記念すべき日のオープニングマッチを飾るわけであります。山崎、そして佐々木、まあねレスリング伝承ザ・ファンクスの戦いで、いや本当よね、もう一回りも二回りも大きくなりましたよこの二人は。その成果を見たいものであります。さあいよいよショーン・マイケルズの愛弟子がね、愛弟子っていうか教え子が TWA 登場しますよ。はい、どんな選手なんでしょうね。いや実は私ども放送席の方にはですね、全くノーインフォメーションですね。ね、はい。ただですね。アメリカンドラゴンランス・ケイド入場です。でもかなりあれでしょ、はい、日本のプロレスには以前から興味持ってたみたいですよ、この二人は。アメリカンドラゴン、そしてランス・ケイド、出てくれば多分わかると思うんですがですね、アメリカンドラゴンの方はドラゴンっていうぐらいで、藤波辰巳に憧れてる人らしいですね。そしてランス・ケイドの方は。これおそらく出てくれば分かるんですが、テキサススタイル、はい、スタンハンセン、あるいはバリー・ウィンダムを下を仰いでいるということでね、はい、この辺りがまた日本人としては、日本のファンとしてはね、なじみの深いファイトスタイルではなかろうかというね。さあ、今、アメリカンドラゴンが先頭、そしてランス・ケイドが、かなり長身の選手が、ケンカのハット、やはりこれ、ウエスタンルックであります。でもまだ体ちょっと細いんだな。そうですね。おお。でも背はトップロープ大きいですね。おまけに斉藤さん、ハンサムじゃないですか。赤コーナー207ポイント山崎直彦。308ポイント佐々木よし。それは FMW が混乱してた時期ですからね。今日から斉藤さん仲良くやりましょうよ。このこと斉藤さんが揉めるなんてもうどこにもないですね。揉め事の種がいなくなりましたからね。もう本当これでいくらね。心は一つですよ。FMW でね。ずいぶん斉藤さんも古木さんのことを応援してたみたいだけど、まあ僕もそこに噛みつかなくていいと思うともうほっとしてます。自分こう過去のことは自分の都合のように組み替えてしまうタイプですね、杉崎さんは。そういうと僕が悪い人みたいじゃないですか。ちょっと待ってください。今のだってじゃあやめましょうやめましょう。こんなあでもね、このTWA のこの2人組興味あります。リッキーさんの言葉によると、何でしたっけ、グラジエーターの若い頃を彷彿させるって言ってどっちのことだ。ランスケイドのことですね。今リング上はアメリカンドラゴン。彼は今入った情報ですと。日本で空手の修行をですね、積んでいるということですね。ということは山崎とこれはかなりバチバチしたいい試合が見れそうですね。いや山崎佐々木もだからこれ交代賞ですね。先月横浜アリーナではファンクしてやって、そして今日はこの若者たちとまさにレスリングの伝承者になっています。山崎佐々木が伝承者ですか。だってそれはちょっとこのアメリカンドラゴンランスケイドはファンクスとはやったことないはずです。いやもちろんそうですよ。まだだって試合してまだ十数試合でしょ。向こうでも本当にねTWA 自体がまだあれ畑下ばかりですからね。ただまあね今ちょっとこう攻め見てもわかりますけどね。さすがショーン・マイケルズがもう本当は手取り足取りね教えてるだけのことありますよね。基本がまずしっかりしてるなという印象ありますね。これはねじっくり皆さん見ていただきたい試合ですね。さあランスケイド TWA テキサスレスリングアソシエーションからこの若手同士の代理戦争と。第一弾と言っていいでしょうかね。ショーン・マイケルズはずいぶん本当親身になって選手を育成する指導者になっていますね。楽しみですね。特にこのランス・ケイド素晴らしい体をしています。これは正直楽しみでしょう。もう一回りなんて横幅がね肉がついてくると本当楽しみな選手になりますね。これだからね佐々木山崎と当たるっていうのはいいですよね。佐々木の体がいつもだったらでかいなって気するんですけども、今日はほら上杖がこれ10センチぐらい違いますからねこれ。ねえ。さあ。おっと力比べか。この若者同士の力比べ。すがすがしいものを見せてくれそうな予感がします。ランスケイドのお尻の模様は何ですかあれは。テキサスの地図ですね。テキサス州の地図がお尻に書かれてますね。形がね。さすが杉作さんの僕は今まで本当にバカのふりしてましたけどね。州の形が分かるってのは相当アメリカ通ですね。僕はバカのふりしてましたけど斉藤さんに合わせただけの話ですね。今日のこの大事なね植木さんいなくなって大事な今日の一発目に僕は清掃で来てますけど、斉藤さんなんですかこのラクダの桃引きみたいな服着てきても。ラクダの桃引きでしょ。色だけでしょう。なんでですか。やっぱり礼儀を書いてる人間はおしまいです。そんなことないんですよ。仲良くやりましょうよ斉藤さん。仲良くやりましょうよ今日は。杉作さんは自分の言いたいことだけガーッてもう次に行ってしまう。なんですかね。山崎はでも今日はじっくり攻めてますね。そうですね。さあソンビング。山崎のパンクス戦を経てですね、山崎の攻めになんか余裕とは言いませんけど、余裕っていうかこうなんか着実さが出てきてるような気がするんですが、ね。やっぱりこのレスラーとしてのちょっと懐の深さみたいなのが出てきたかもしれませんね。スケールが一回り大きくなったという部分があるかもしれません。なんか落ち着き、いい意味の落ち着きが感じられます。はい。いやそれはそうでしょう。パンクスと互角にやったんですよ本当に。そうですよね。しかも往年のファンクスのですね刺す技をもう2人で全て受けに受けて、強烈な蹴り。さあそれに対してこの若いアメリカンドラゴンのさあその荒削りなファイトが爆発するんでしょうか。逆水平、おっとこれまさかアメリカンドラゴン耐えていく。北面向いたらショーン・マイケルズだったなんてことないでしょうね。それはないでしょう。いや分かりませんよ、ショーン・マイケルズはそういういたずら好きですからね。でもこのまだまだほらこの荒削りさはね、まあ僕もそれはないけど言ってみただけですからね。なんで仲良く、まあ、今日は斉藤さんどうですか、はい、平和になった FMW ということで今日第7試合までありますけど、はい、見どころは見どころですか。はい、それはメインイベントでしょう。当たり前じゃないですか。何を言ってるんですか。僕は全試合というかね、この試合も見どころだと思うんですけどね。もちろんですね、どれか一つ選べみたいな雰囲気で来たからでしょう。杉崎さんあえて一つ無理やり絞ったわけじゃないですか。まあ僕もあえて一つ選ぶなら斉藤さんと気持ちは同じです。そうでしょう、やっぱり H 雁之助コンビね、興味ありますよそりゃ。あとさっき出てきた鴈治郎さんが何をしてるの。鴈治郎さん、あ、鴈治郎さんはまたここに絡んでくる。それは僕は分かりませんけどそれまた楽しみ。あれは雁之助の刺客ですかね。あ、メッセンジャーですよね。雁之助も人脈広いですね。広いですね。おそらく党に還暦が過ぎているような佇まいでしたんでね。2戦目のテーマはやっぱお年寄りですから、やっぱそのあたりのね、なんていうんでしょうか、メッセージもあるのかもしれないね、雁之助からの。楽しみです。そして相手が黒田親。はい。男タックル。おっと。これはこの間ブレンバースタープラスでもちょっとね、紹介しましたけど、ずいぶんいい試合だったですもんね。素晴らしかったですね。そのリターンマッチということになりました。黒田親もね、これベルト取られてね、そのままってわけにはいかないですよ。そうなんですよ。でもこういう早い時期にね、すぐにリターンマッチ組まれる、しかもタイトルマッチで、これなかなか黒田親としても、まあレスラー冥利に尽きる部分もあるんじゃないですか。新井さんがやっぱりこのチームを勝ってるっていうことですよね。さあ、おーっと高々とアメリカンドラゴン飛びました。今のジャンプ力なんかやっぱ若さを感じるというかね。飛びますか、飛びますか。さあ、おお、いや宇宙人ラケブラーですよ今。高道の子ね、高を彷彿とさせますね。彷彿とさせる。いや高かった。これはやっぱり高がアメリカに行ってますから。さすがですね。おっ、ちょっと待って、ランスケイドもおおおお、なあブラボンですね。いやランスケイド、おお正面ですね。飛んだところトップロープをノータッチで飛ぶあたりはですね、まさにグラジですよ。あれを見てリッキーさんはグラジって言ったんですね。ああすごい。いやどうして若くて荒削りですけれども、素晴らしい選手ですねこれね、2人とも。だからほら今、おお、そしてスプラッシュですよ。これは斉藤さん、アメリカンテイスト爆発してますよ。ああ、また今のもね、バリーウィンダムとバリですよ。こうバリーウィンダムそっくりですね、またね、佇まいが。これやっぱりね、金髪と。マイケルズ学園は相当教えてますね、いろんなこと。いやー、これね、アメプロファンにはたまんないかもしれない。だからほら、ショーン・マイケルズの TWA は今、ショーン・フナキがいるじゃないですか。いますね。で、やっぱりタカとフナキのね、海援隊とか見る機会が多いんでしょう。なるほどね。おそらくさっきの宇宙人は盗んだっていうことないけど、教えていただいてるのかもしれないですね。タカがね、からね。いやー、しかし驚きました。 FMW にあった世界的な広がり出てきてますね。出てきてますよ。いやー、新しい船出にはオープニングマッチにはこうふさわしい、いやもう今までね、未来を感じさせるね、このタッグマッチになりましたね。おお、すごい相撲タックル。ランス・ケイドにも冬木さんのね、放尿事件とかお化け屋敷とかいろいろありましたけど、急に世界的な広がりが出てきてませんか。なんかね、こうちまちましたものなくなりましたね。さあ、おスケールがでかくなりましたよ。そして伸び伸びやってる。しかも山崎佐々木がその世界のスケールに全くついていってますよ。そうですね。やっぱ外国人選手も含めて伸び伸びやってるように見えますね、これね。楽しい。おお、うわすごい超ハイアングルのドロー落とし、危ない危ない。たまらずランス・ケイド入ってきた。第一試合からこういうねいい外人見れるって、これから伸び盛りのね。2000年ミレニアムにはもってこいでしょう、これ。やはりショーン・マイケルズの団体との提携というのはこれはプラスに出ましたね。出ましたね。さあそしてそれに呼応するかのように山崎も非常に生き生きしたはつらつとした試合を見せているわけであります。カウント2、お客さんもね今客席ちょっとね目白黒させてます。びっくりしてますよね。あれこんな外国人選手いたんだっていうね。さあもちろんでもまだ新人ですから、それでほらクリーンじゃないですか。若々しくてね、余計なことしないし。なだれ式のブレーンバスターも豪快に投げ放っていく。いやランス・ケイド本当バリューウィンダーもそっくり。さあロープに振っていく。おっとさあエルゴーだ。おお山崎佐々木が吹っ飛んだ。おっさあツープラトンか。いやさあここでおーっと高々と、おーこの荒削りな感じがたまらんですね、これね。おドラゴンだ。さあ藤波辰巳に憧れたというアメリカンドラゴンの見事ドラゴンスープレックスホールドだ。まさにマジソンスケアガーデンを彷彿させるようなね見事なフィニッシュと言っていいでしょう。アメリカンドラゴン TWA そしてランス・ケイド恐るべしか。やはり藤波さんのアメリカでのやはり知名度っていうかすごいんですね。思い知らされますね。やっぱりマジソンスケアガーデンであれ 3WF でしたっけ。 WWF ですね、ジュニアヘビー、あれをやっぱりダッシュして、アメリカにもファン多いですね。そしてアメリカの若い選手があれを見て育ってきてるっていうのが面白いですね。そしてこの日本のマット FMW のマットでこの日本のアメリカで戦うというね。いやー、もうね、やっぱり歴史はサイクルして、さすがもう2戦目、素晴らしい、世界は狭くなりましたね。エンターテインメントプロレス、FMW、東京ありませんね、素晴らしいですね。FMW のね、中継も、アメリカの方でも配信されてるなんていうね、話もテレビ出ますもんね。そうなんですか？インターネットはもうアメリカで配信してるんでしょ、これ、インターネット放送で、インターネットライブでね。さあ、第2試合は女子シングルマッチだったんですけれども。この音楽は非道ですね。今日非道試合ありませんけど、そうですね、やっぱり何か新しいこの船出ということで初心表明があるかもしれませんね。ウィリーと戦ってね、あわやというシーンもありましたからね。さあもうすっかりこの空手バカ一代のテーマも定番になってきました。おなじみです。相変わらずいますね、メガネ射程がね。あれでも一人ですね今日は。あ、本当だ。あれ今日は一人決まって人ですかね。違います。初めてですね一人ってのは。あ、本当だ。射程一人逃げちゃいましたか、ひょっとして。あれちょっと気になりますよ。ちょっと気になりますね。なんか不始末でもしでかしたの。格闘家の非道です。今日は寂しいな。おいメガネ、ボートどないしたの。ボートもう一人のボート。学年末試験が近いんで今日は来ない人なんですけど。試験シーズンですね。あいつもお前大丈夫なんか。おっ大丈夫です。まあそれやったらいいんやけどさ。ところで皆さん、今日は僕の試合がありません。いや拍手ってことはないんじゃないの。いや今です、ね、なんでだかわかりますか。そう相手がおらんのや。そう新井社長は思ってるはずや。わかるか。けど相手はプロレスラーでもいいんやよ。プロレスラーとこの格闘家非道の異種格闘技戦見たいと思いませんか。拍手がちっちゃい。そういうことで新井社長、明日試合よろしくお願いします。まあ平和になりましたね。いや今日はいいんや、今日はそれよりも大事な話があるんやよ。いや、あるんやよ。みんなこれ何かわかるか。みんなよくわかってるよ。これはウィリアムス先生が俺を男として認め、格闘家として認め、それの証拠の品なんや。でこれからが大事なところなんやけど、まあ格闘家として再出発するこの非道の名前が新しく変わります。おおお、格闘家ウィリー高山をよろしくお願いします。おおウィリー襲名ですよ。ウィリー高山、ウィリー高山ですか。いい名前だね。あ、すごいね。ウィリーコール、ウィリーの声をかけられてます。いやー、まあ勝手に襲名しちゃっていいんですかねっていう感じもするんですが、まあバンダナもらってね、うん、いやーまさにこう名実ともに弟子として認められたということですから。いや本当ですよ。はあ、僕もね、僕らも見ましたけど、あれは認めてましたよね。確かに、うん、さあ第2試合です。女子シングルマッチ30分一本勝負、本川恵美がまずは青コーナーから。まあ、先日の横浜アリーナでもですね、この本川中山タッグはね、はい、理不尽なモンゴルチームをですね一周しましたんで、本川すごいメイクしてますよ。あら、この間の横浜アリーナでもですねちょっとメイク変わったなと思ったんですけども、今日はまた、うわすごいアイシャドウ、ね、怪奇派になったんですかね。はい、怪奇派になったんですかね。年頃の娘さんに対してなんてこと言うんですか。あーたほら、でも眼光の鋭さはちょっと尋常じゃないですよ。モデルみたいじゃないですか。モデルモデル、スーパーモデル。そして中山香織です。相変わらずこのアラビアンスタイルね、横ありでもスペシャルなバージョンでしたけれども、さあ今日もまた爆乳が、斉藤さんはね、女子と言ってそうや、もうセクハラですよ。もう冬木さんいなくなったんだから、もっとクリーンに行きましょうよ。クリーンにね。さあ本川、スーパーモデルね、そんな感じのメイクで。さあそして今日もクールな中山、中山面白くなかったのかね。あ、なんですか中山。本川のメイクに面白くなかったんですか。それはあるでしょう。これから試合やろうってのにそんなお化粧してみたいな。これは禁断のあれね、おたけびですよね、あれ。うわー、今の FMW でちょっと挑戦的にも見えます。挑戦的ですね。さあ本川一がいい、連発。さあ本川もね、まあ常に地方でもですねこの中山とは連戦をしてるわけですけれども、ちょっとこの後楽園ホールあたりでシングルでこの中山にね、勝利を奪いたいという気持ちあるでしょう、当然。これね、今女子部一人対一人って感じでしょ。どうなのかな、確執みたいなのは深まってんじゃないですかね、ひょっとして。あ、二人のですか。仲良くやってるようにも見えますけどね、横浜アリーナ。やっぱり外敵が来るとこう団結しますけどね。ただほら2人いるとコンビ組めないでしょ。戦わなきゃいけないですからね。常に戦ってなきゃいけないから、これはまあそれはそうですよね。さああ、ヒストラルだ、早くも。そのまま抱える、危ない。カウント3かというところ。さあ逆にマヒストラルを返そうというところ。今度は決まった、危ない中山。カウント2。さあこの2人も一つ横浜アリーナのモンゴルをね退治したところででもね斉藤さん、元川はそのお腹の出っ張った人のあの時短だのわーは言わなくなったんじゃないですか。まだ言ってないですもんね。まだ言ってない。やっぱりさっき出ましたかね。あ、喉元に。中山怒ったよ。中山怒った。怒った。あ、そしてそのままおっとこのスタナーは返される。さらにおお。いや今のミサイルも激しいですよ。おっと爆乳、いきなり出たぞ爆乳スープレックス。いや中山の怒りのパワーだ。あっという間の出来事だ。あぜんとする元川の表情が印象的なわけでありますが、中山が何か怒りにくれたように爆乳スープレックスをガチッと決めましたかね。いやー、してやられたというこの元川の表情。でもいい試合だったですね。石井とね、モンゴル、あ、今中山選手が。新井さん。ん？新井さん忙しいね、今日いろいろ呼ばれてる。新井さん。平和になったってことですか。みんな新井さんにね、あ、今。新井さんまたカバン、何が入ってます。あのカバンには。新井さん、ちょっといいですか。ちょっとカバン何入ってるんですか。平和になったってことなんですか。花見離さず、カバンを。私たち女子のベルトはどうなってんですか。ああ、そうだ。お客さんもそうだ。はい。はい。私たち女子のベルトはどうなってるんですか。ベルトの件はこちらもきちんと考えてます。ただ今の現状で考えればまだまだ時期的に難しい部分もありますし、今女子部は2名しかいないわけでしょ。こういう中でもう少し時間は必要なんじゃないですかね。その2人しかいないっていうのは誰のせいですか。確かに、私の責任もあると思います。ただ中山選手と本川選手がこれからもっと素晴らしい試合をしてくれれば、もっともっといい試合をしてくれれば大丈夫なんじゃないですか。どっちもどっち、もう集まってくるということなんですかね。わかりました。ほら、もういいぞ。とにかくいい試合を見せてください。そうすればすぐにでも考えます。あ、うちらがこれからいい試合すればいいんですよね。そうです。わかりました。明日見ててください。よろしくお願いします。なんか平和になりましたね斉藤さん。いい試合。FMW ね。なんか今までと違いますね。筋論がなんか通用する世の中になりましたが。なんかこう不満とかほらそういうのがあったらすぐこう新井さんにね。で新井さんもこう善処するというか対処するというか。さあその新井社長が今入場です。お忙しい中多数ご来場くださいまして誠にありがとうございます。先ほど H の方からもございましたけども、先日行われた10周年記念興行横浜アリーナ大会も無事成功することができましたのも、ここにいらっしゃいますファンの皆様のおかげです。本当にありがとうございました。今年も残すところ本日と明日の後楽園ホール大会をもって興行の方は終了となりますが、冬木公道追放になりました。これからが本当の意味でのエンターテインメントプロレスの始まりと思っております。これからも今後とも FMW へのご支援ご声援のほど何卒よろしくお願い申し上げます。なお先ほどですね、中山選手の方からもありました、女子部の件なんですけども、来年1月5日、後楽園ホール大会から、開幕いたします、シリーズにおきまして、女子部のテコ入れとして井上京子選手が、全戦シリーズ参戦してもらうことになりました。2月以降も引き続き、そのような形で行っていきたいと思います。またこの部分に関してはいろいろと、プランも練って、いきたいと思っておりますので、とりあえずご報告とさせていただきます。それでは最後までごゆっくりとお楽しみくださいませ。どうもありがとうございました。京子の参戦、ネオレディースの井上京子ですけど、先日冬木がね、そして冬木が、今ね、挑戦表明した井上京子ですけどね、まあでもそれとは関係ないんじゃないですか。関係ないでしょうね。ちょっと気になりますけどね。だって女子部のテコ入れですからね。はい。さあ同級生中川浩二、そして邪道芸能、まあ先日の横浜アリーナではまあ男の差がと言いましょうかね、しょうもないことで負けてしまいましたんで、まあ自分たちが提案したね、はい、ラダー使って。はい。ケドがね、思わず目を取られてしまったというね。さあチョコボール、さあ WEW6 輪タッグ選手権者、なんとなんと AV 男優から世界王者に成り上がったというこのチョコボール向井、堂々の入場ということになりましょうか。リッキー・フジ、フライングキット市原、チョコボール向井、ウィズ・ワカラセラ入場だ。あれ、これはでもリッキーさんは面白くないんじゃないですか。リッキーさんの曲じゃないの？リッキー、あれ、なんでリッキーさんの曲じゃないんだ。いやまあでもね、やっぱりチョコボールがなかなかこうノリがいいんで、リッキーさんが譲ったのかな。やっぱり年長者だから、やっぱりね、AV 男優から一夜にしてこうシンデレラボーイなわけでしょ。世界王者ですよ。だって株式会社ディレク TV 番組本部調達担当本部長佐藤正弘様よりタイトルマッチ宣言です。でもリッキーさんのファンの僕としてはちょっと宣言、まあリッキーさんとしては譲ったと思うんですけどね。大人として選手権者リッキー富士、おっとあちょっと危ない何か悪いことしてあげると。おいカス君たち、今日はハンデやんないよ。俺らよ、今日はよ恐怖の同級生でいいですね。死ぬにしてもよ最悪にかっこ悪く死んでくれよ。なあリッキー、なんか言ってくれ。死ぬのはどっちかな。チャンピオンは俺たちだぞ。お前の提案した試合で俺たちはチャンピオンになったんだけど、笑ってろよ今のうちだ。そういうことは始めようぜ。やっぱリッキーさんはいいな。まあ軽くエンターテインメントレスリング6人タッグ選手権試合、いろいろスマートなかっこよさとね、このリッキーさんの複雑なかっこよさ、ちょっと土臭いですね。この複雑さがなんとでもね、本人はものすごいスタイリッシュだと思ってるんですけどもね。斉藤さん、あんまり突っ込まない方がいいと思いますよ。アンタッチャブルな領域ですね。はい。さあ恐怖の同級生、これ今日ねでもね、恐怖の同級生というだけあって顔つき違いますよ。違いますね。はい。あっ向井君と邪道が、おっとまずはセナちゃん、危なかったですね今、セナちゃんね。またかっこいいですねセナちゃん、今日はね。かっこいいね。さあリング内はさあリッキーとゲド、ああもうね、それは6選手入り乱れての、さあおっと邪道が立体殺法で切り抜けて、そしてタックル。さあ邪道とリッキーの実にスピーディーな行動だ。さあおー、いや何かルチャリブレを見ているかのようであります。さあスーパーキックでリッキーが規制をせ、おっといや駅弁対邪道ということでね、下では駅弁対金星ハンター、バトルが、おおゲドウとリッキーが見せますが、おゲドウ飛ぶか、おっとこれはまあかわしていく。やっぱりリッキーさんその辺ベテランですからね。さあさらにリッキーがロープに飛んで、おおトペだ、おおいやーもうちょっとね、このチームのリスペクト、ああこれはいけない、あれこれダブルインパクト式の死んじゃいますよこれ、向井選手。これリッキーさんと市原選手助けてあげないと。助けないとね。シナちゃんどこにいんの？シナちゃんは今市原を。あのチームなんだから、セナちゃんは市原の面倒を見ればいいだけじゃないんじゃないですか。いやでもね、市原が情けないんですよ、やっぱり。最後作家の市原に対してだってですね、6かっこいいとこないじゃないですか最近市原。まあ確かにセナちゃんを守れた試しがないんですからね、本当に。もう辛口ですね、辛口ですね、市原に対しては。そんなことないですか。おー、危ない。これはちょっとダメでしょう。もう今のジャンプちょっと引きつっちゃってますよ。体引きつってますよ。あれ、これは論理バトル。リッキーさんなんとかして。チョコさんが論理バトルになるってのはまずいよ。やばいですよねこれ、絶対勝ち目ないですよ。脱出する方法、すべを知らないはずだよ彼は。リッキーちょっとなんとかしろ。これもうダメだ。これはもうダメだ。チームノーリスペクト、恐怖の3兄弟が降ってきた。もうダメですよこれ、フラフラでしょ。スーパーマンもリッキーなんとかしろ、リッキーなんとかしろ。危ない。これはホールに行かないよ。もう死にたいですよ、完全に死にたい。徹底的にかかってますよ。ひどすぎる。これはひどい。これはひどい。何やってんのリッキーさんと市原は。ゾッとし、これはね、ちょっと彼ら怒らせてしまいましたかね、先月の試合はね。あまりにもあっさりベルトと取られちゃいましたよ。怒ってます。邪道なんか今日ひっくりとも笑ってないですよ。どうだい恐怖の同級生は。マイクでよ、最高にかっこよく参ったって言ってくれ。これは屈辱。ケイトは本当に屈辱。しかしこれちょっと新チャンピオンとチームとなりました邪道外道中川浩二選手に認定証の宣言です。いやこれも病院認定証中川浩二殿、邪道殿、外道殿、あなたは本日行われた選手権試合で見事勝利を収められました。うわ、少女読んでる間に書いちゃった。第4代前代未聞ですねこれ。一人で読んでいる立場選手権者として認定進出の栄誉を称えます。まあでもかっこいいな。渡す人いないですよ。ある種かっこいいね。やってみたいですねこういうの。学生時代にやりたかったですね。ありがとうございました。渡す相手がいない。渡す人いないよもう。これ古木さんいなくなってもチームノーリスペクト健在ですか。そんな感じしましたね。市原さん、リッキーさん、だらしなさすぎるよあんたたち。あんたらプロだろ。あら、これちょっと問題発言じゃないな。しっかりしてくれよ。いや僕もそう思いますよ。あれだけやられちゃね。ちゃん怒ってるよ。チョコさん、それはちょっと言い過ぎですよ。チョコさんまだデビューしたばっかりでしょ。俺たちはね。そんな気分じゃねえか、あの野郎。負けたんだよ俺たちは。よ、市原。チョコさんの言う通りだよ。7種類の俺らが市原、特に市原、お前セナちゃんついてから全然もう古けになってんじゃないか。どうだよセナちゃんよ。私がそばにいるから市原君のためにならないのかな。そんなことないよって言ってる。私がいけないのかな。私が悪いの？いやこれは市原の話ないでしょ。セナちゃん泣きそうになってるじゃないか。そんな泣かしちゃいかん。そんなつもりで言ったんじゃないんですよ。ちょっと待ってください。ジョコさん黙ってろよ。ジョコさん。ジョコが変なこと言ってた。変なことになっちゃいましたね。セナさんの言う通りだよ。だけどな市原。情けないのおめえだぞ市原。じゃあ俺とお前一番 FMW で一番古いだろ。本来ならな、俺らがな FMW 引っ張っていかなきゃいけねえんだよ。じゃあな、フラフラしてちゃいけねえんだよ。じゃあなよ、じゃあな、明日お前俺とシングルだろ。俺にな、俺に負けたらな、セナちゃんと別れろ。おお、あらら、セナちゃん、それがイチャナのためになるんだよ。それでいいね。セナちゃん、セナちゃんが悪者みたいになってるよ。それでいいな。これはまあでもレッキーさんの方が一理あるね。まあイチャナのためを持っていって男として、これ要するにセナちゃんは下げマンだということですか？でもね、これも男の責任ですよね。あら、ぼう然と立ちすくむ若菜セナ城でございます。いやー、思わぬ展開でね、これは。いやー、鉄壁のタッグワークかというね、そんな気もしていたんですけれども、どうしてあー、今日はあっさりね、チームのリクエストにやられてしまったことによって完全にこれは3人の間にひびが入りました。なんか今リキさん文句言ったみたいですね。さあ、市原 with 若菜セナ、この2人の茨の道がいきなりと目前に広がってしまうという。かわいそうですけど、まあでも市原としてはこれ正念場でしょう。前の邪道にセナちゃんね、去年、今年か、今年の夏ぐらいですかね、邪道に付け狙われた時とはちょっと事情が違いますね。かなり違いますね。あの時より深刻なんじゃないでしょうかね。まだこれはリッキーさんはリッキーさんで、市原のためを思ってっていう。リッキーさんはセナちゃんを奪おうとしてるんじゃないですか。それはないでしょう、あの顔で。あの顔で、いや僕いい意味で言ってるんですよ。2枚目だから、モテモテだから、今さら1人の女性に固執することはないでしょう。僕はそういう意味で、斉藤さんはまさかあの顔出て僕が言ったらリッキーさんのことをね、罠をかけるようなコメントを言わないでくださいよ。リッキーさんのこと獅子舞みたいとか思ったんじゃないですか。僕はそんなこと一言も言ってないですよ。そんなこと思ったこともないですよ。いよいよ斉藤さん、そんなこと言ってる場合じゃない。タジリとスペルクレイジーの試合ですよ。これは This is ECW、 This is ECW、 今最もホットな、最も熱い試合を直輸入でお届けしてまいりましょうか。さあ、まずはスペルクレイジー、 ECW、 うわ、なんか雰囲気あるね。スペルクレイジーはね、空中殺法を得意としてますんで、すごいエクストリームらしいですよ。さあ、まあ実はCMLL ジャパンでもですね、体のキレいいね、過去来日をしたことがあります。いや、もうすでに入場でこれは心掴んでしまうね。さあ、そして我が子のより多治見入場です。 ECW からまさに逆輸入、単身アメリカに渡り、まさに身も心も ECW に染まり、帰ってきます。左ハンドルの日本車っていう感じですよね。まさにそんな感じですね。おお、さあ楽しみであります。どんなたたずまいで、おーっと田尻、いわゆるその怪奇派的なね部分でECW では戦ってますね。静まり返りましたよ。うわ、あの表情がね、寒気がなんか場内のヒヤッとした目つき、これは周りの人避けてますもん。いやー、恐れ入りました。出てきただけで歓迎ムードを抑えましたね。自分で抑え込みましたね。うわ、はあ、雰囲気ありますね、田尻。さあ、第4試合 ECW シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー209番のスペルクレイジー。さあ、どんな空中四次元殺法を見せてくれるんでしょうか、スペルクレイジー。ジャパニーズバルソータジー。おお、ドッキリ入った。いやー、またジリはね、ゾクゾクしましたよ。なんかとそうけだってきましたよ。身も心もやっぱりこれ ECW と言いましょうか、全くこれいわゆる日本で見ていた田尻選手の面影ないですね。今日ね、控え室の方のいろいろ選手の方いらっしゃってましたけどね、はい、他団体の選手の方も、はい、ちょっとこれ見違えてんじゃないですか。みんなも久しぶりに会うでしょこれ。そうですよね。まあ大日本プロレス、そして新日本のマットにもね上がったりしてました田尻です。全く別人になって帰ってきました。僕はそうけだってきましたよ斉藤さん、でもキレがありましたよ今の回し蹴りといいね、空を切りましたけれども、これはたっぷり楽しませてもらいたいですな。ECW のね定番カード逆輸入ですから、逆に言うと本当アメリカに行かないと見れないカードですよ、はい、そうなんですよね、さあおっと、これはルチャ的な動き、おおいやそのままくるっと返す、今の裏からのはすごいな。さあ逆にこのモンキーフリップだ、おお手をつないだまま、おおおお田尻すごい、アームホイップ、まさにルチャリブレか、エクストリームなルチャリブレ、コルバタに回転したぞ今、おお規制を発する田尻、おおこれはすごい、見事見事、いやー鳥肌ものでしたね今のは。 ECW コール巻き起こりましたよ。いやコルバタすごかった、スーパーキック、すごいキックでしたよ。いわゆるエクストリームとルチャリブレが融合してますね完全にね。いやすごい、これはすごい、ルチャと呼ぶにはね過激すぎる。そうなんですよ、過激なルチャ、エクストリームと呼ぶには華麗すぎる。そうな、あうまいこと言いますね。全くこれ新しいジャンルと言っていいですか。新しいジャンルでしょう。今日来たお客様も受けたね。そうですね。おっと、さあエルボー、さらにおおセカンドロープから見事モンサルトプレスから田尻2で返していく、両脚水平。さあまたロープワークから楽しみな展開になりそうだぞ。おっケブラドラコンヒーロー一回曲がりました。あの辺りがまた力強さがね、華麗さにこう力強さ、過激さが加わっているという。ミサイルもすごい、スペルクレイジーはすごいな。さあ、また放送席のちょうど真下あたりでもみ合うこの2人。やはりね、斉藤さんね、はい、ECW のプロレスっていうのは、ゾッとしますね。飛びますよ、飛びますよ。うわあ、今ね、お客さんも巻き込んじゃいましたよ。これが ECW ですね。すごい。うわー、すごい。ECW の場合、もっとこうギュッと詰まったところでやってる場合ありますんでね。会場もね。そういう場合は、あれ、お客さんも気軽に出てるでしょ ECW は。いや今のしかし宇宙人ラケブラーだ高かったですね。高いしスピードあるしっていうか、そう力強いと言いましょうかね、いやすごいすごいとしかちょっと私も形容のしようがないんですけど、これでもね田尻もね負けるわけにはいかないですよ。これ日本ですから凱旋帰国でね。さあ何があるんだ。おっとおーおーおおなんだなんだおおこのままいやなんともこれはどういう形ですか。これどっちが攻められ田尻が攻めてんの。背骨を攻めてんですよ。はあすごいバックブリーカーですか。いやロープを利用しての今ねこれ生まれて初めて見ました。あんなトリッキーな技をね。うわ田尻もすごい蹴りを見舞っていく。時折放つ規制がなんともね不気味であります。しかもこれただの怪奇派じゃないです田尻は。いやすごいうわーなんですか今のスライディングキック。これね、ほら雑誌だと首がもげますよ。雑誌だと動きまで伝わらないですからね。皆さんこれ雑誌ではタジの活躍ずっとね、追いかけてたと思うんですけど、動いてを見るのは衝撃と言っていいですね。これ戦慄走ってます。お、さあこれは首天井へ行くんでしょうか。これは今日は雑誌や新聞のマスコミの皆さんも筆がうなるでしょう。なってますよ、ね、いや田尻がねこんな風になって、あこれ何ロコモーション、うわあれロコモーション釣り天井ですよ。うわそしてこのままは複合技ですね。ありえないんですよね。ありえないですね。ありえないことが起きてるんですよ。まさにね、4次元の世界に私たちが知らない世界がねこのリング上で繰り広げられています。恐るべし ECW。 このままいるお客さん口ポカンですもん。ちょっと慶応の仕様がありませんねこれね。はあ、田尻はすごいなこれ。FMW マットは藤木さんいなくなって面白くなりましたね。もう本当さっきの第一試合のこれからの若者たちもそうですけど、ショーン・マイケルズのところの、これはなんか今までも ECW は来てますけどね。去年のちょうどこの時期も来てましたけど、ダッドリーとかね来てましたけど、その時とちょっとまた違いますね。違いますね。雰囲気が。うわ早い早い早い、ちょっと待ってくださいよ。私が目が追いつかない。もう荒削りで最後はもう強引に当てにいって、このね湧いてくるようなこのスタミナとスピードは何なんですか斉藤さん。しかも突然ね吹き出してくるようなね。もう何分経過してます。スペルクレイジー、クレイジーですよまさにね。まもなく10分ぐらいですかね。いやーすごいすごい。ああ今同時でした斉藤さん本当にすごい。ここだけはもうね、うわ旋回してね、これうわライガーボム速いし力強いし、スペルクレイジーはなんていうんですかね、この瞬発力はすごいですね。もう一発いきますか、もう一発いきますか。おおこれをねDDT で返しますか。田尻も見事、お見事、すごい。いやこれはテレビご覧の皆さんも堪能してるでしょう。ご堪能いただけてると思いますねこれね。いやエンターテインメントプロレスにふさわしいと言ってもいいかもしれませんね。いや本当そうですよね。だからいろんなエンターテインメントありましたけどね、こういうことなんですよね。さあこれも返して、うわすっごい後ろ回し蹴りからドラゴンだ。これもゴチッと決まってスリーカウント。見事見事田尻、いいよ見せましたね。はあ見せました田尻、いやお見事、あっぱれですね。見事、まあ故郷に錦を語るという言い方はちょっとふさわしくないかもしれませんけれども、いやあっぱれあっぱれ、もうもはや日本のプロレスラーという息は完全に出してますね。怖い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 。いや過去どうでしょう、ここまで身も心もこう老化した日本人レスラーっていなかったんじゃないですか、海外行って、怖い。いや驚きました。しかしこのスペルクレイジーもいいね。タジーはもちろん、いや素晴らしかったですよ。これでもすごいですね。これFMW の選手も触発されてね、いい効果になればいいですよね。この試合見させられたらちょっと闘志が湧いてこないと嘘でしょ。だからねこれね FMW 今すごいいい勉強になりますよね。若いこれからプロレスやろうかななんて思ってる人ね、あらゆるスタイルがありますから、まさにワンダーランドエンターテインメントですよ。はい、これより行われる WEW ハードコア選手権試合ルールについてご説明いたします。リング内だけでなく会場内、会場のどこでも決着をつけることができるエニーエア方式を採用し、勝敗はホール、ギブアップのみの完全決着ルールとなります。また場内、場外にあるものを使って相手を攻撃することが認められます。さあ WEW ハードコア選手権試合、世界で最も危険な試合であります。このね、金村の危険さはこれ ECW とはちょっと言ってたかもしれないけど、それより俺は怖いと思うよ。怖い。さあ WEW ハードコア選手権者金村金太郎、すっかりね、増加してます。この明るい雰囲気でね、とてつもないことが起きるんだから信じられないですね。ある意味この人も本当に真のエンターテイナーと言っていいでしょう。エクストリームエンターテイナーですよ。なんつったって体張ってますから、いつ死んでも悔いはないという、だからもうこのぐらいのファイトですよ。これだけ体張っててね、まだ張り続ける。いや本当に私はだからね、チームのリスペクトとして悪いこともしてきましたけれども、ある意味このプロ根性、ねえ本当に頭が下がる、いつ死んでも悔いはないというこのハードコア、心がハードコアですよ。心がハードコアですな。今日はね、この私たちの放送席側、北側のお客さんに向かってねダンスを披露ですよ。この辺りもねエンターテイナーですね。やった。さあそして注目の ECW からまたしても近く現るアクソーラットゥン。怖いよ怖いよ。うわ、チェーンを持っている巨漢であります。ちょうど先日戦いましたボールズ・マホーニーと非常によく似たタイプのレスラー。あんまり日米パッキン合戦、ちょっとねそういう、あ、怖い怖い怖い、あんまりそういうね、いやでも挑発の仕方をするとこれアメリカ人は劣化のことが起こりますんでね、これね。さあアクソーラットゥン、不気味にもチェーンの音をゆらゆらと鳴らしてリングインだ。ああもう怖すぎる。You want my blowjob? うわっ、お前52年前の日本の敗戦、俺たちは忘れてないぞ。そうですよね。いやそんなこと煽っちゃって、そんな古いこと持ち出さなくても。生まれてないんですか。Do I want your blowjob? Let me tell you something. You're nothing but a hardcore wannabe. I am extreme, and everybody here knows three letters that mean everything in professional wrestling, and that's ECW. So you know what? You know what? Yeah, I'll take your blowjob. Why don't you come over here and suck my dick? うわこれはのっけから、おいおい。選手権試合に参加しまして、株式会社 FMW 番組本部調達担当本部長佐藤正弘様よりタイトルマッチ宣言です。宣言。ただいまより行われる試合は、選手権者金村金太郎、挑戦者アクソーラットゥンとする WEW 世界エンターテインメントレスリングハードコア選手権試合60分一本勝負であることをここに宣言する。平成11年12月11日、たどたどしくなっちゃいますわね、これね。名誉会長、須崎義雄。いやー、しかしチャンピオンよりチャンピオンベルトの一時変換です。もう大変なこの事故が起こらなければいいんですけれどもね、これまあね、結果的に死傷者が出ないだけで、最近金村の試合は特にテレビテーピングに関しては全試合事故が起きてますからね。そうなんですよ。WEW ハードコア選手権試合60分一本勝負を行います。赤コーナー260パウンドアクソラテン、青コーナーチャンピオン235パウンド金村金太郎。さあ何が起こってしまうんでしょうか。1999年最後を飾る衝撃的映像なんていうことにならなければいいんですけれどもね。おゴングに合わせて一ネタおったおね一ネタかましてからのこの金村のエンターテイナーです。本当ね僕はミスターエンターテイメントプロレスと言ってもいいと思いますよね。金村の場合は、おまけにそれでやることがもうすごいですからね。そんな金村でも実は高所恐怖症らしいですからね。信じられないですね。高所恐怖症にしちゃあね。まあでも本当の話なんですよね。この間ゲート5mぐらいあるとこ飛びましたからね。高所恐怖症の人あんなことできないですよ。あれおまけにちょっと暗いですしね。さあいきなりまずは椅子をねはっと渡されて何事かと思ったら金村が当たってびくともしなかったよ。うわすごいですねラットゥン。金村の体が3回転ぐらい切りもみしました。ああちょっとそんなもん競技もありなのかな。ありですよ。あっさりと取り返しましたねフォークを。さあ額をまずは突き刺した。うわもう一発うわーうわーうわーこれはちょっと凄惨なもう流血しちゃった。それはフォークですもん斉藤さん。うわ早くも額が割れてしまったクソラトゥン。もう割れたっていうか切り裂いたって感じですよね。これはね本当に死者が出なきゃいいんですけど本当にこれ。あれなんでマイクは誰が持ったんですか。そうかゴロちゃんのインカムにマイクついてんだ。今それで喋ったのレフェリーが。今何かまた取られました。紙処理かな今。嘘今何かね違うか。いやまた競技が出てきましたかね。金村危ないぞ。危ないですね。後ろ相手に後ろを見せていては攻められてしまいます。さあ本部席またほら出てきた。フォークだうわ今顔がやっぱラットゥンのね怒り方あんまりいわゆる下のことでね挑発するとダメなんですね。やっぱアメリカ人ではダメなんですね。これはやっちゃいけない。すごい今カメラマンの方周りにいるけど危ないですよ本当に。特に僕はテレビカメラの人が心配ですから。心配ですね。年内にもう一回壊したら放送終わりですよ。終わりですね。もう予算ありません。さあ金村とアクソラトゥン南側の奥へと行ってしまうのか。さあこのまま売店の方に行っちゃいますよこれ。まだいるでしょ場内。まだいます。まだいましたね。ちょっと金村の姿が消えてしまったんで階段から落とされてしまったのかと思いましたけれども。さあ南側ちょうど中段からさあ入り口付近での攻防になってしまいました。お客さんも逃げ場ないんですよね。ものすごいんですよ今日南側の奥もですねもう立ち見のお客さんでぎっしりなんですよね。これね逃げ場ないから事故が怖いですね。大丈夫でしょうか。さあさらに上にちょっと待ってまさかまさかまたやるのかな。金村危ないやめてくれ金村怖いよ。危険すぎるぞ。これ着地できてますか金村。いやちょっと私たちあそこは下り階段になってるはずですよ。肉眼では確認できませんでしたが。